あまりにもかっこいい貴公子パラディオス龍です。さあ今日はですね、貴公子パラディオスかっこいいですよね。このなんかモンスターのイラストもめちゃくちゃ好きなんですけども、このモンスター結構ね強いんですよ。これセレクションで、まあ、追加されました光属性レベル 4×2 っていう作り方で出せる、まあ、あのエクシーズモンスター、あの光属性レベル4モンスターといえば、あの何を思い浮かべますか。まあいろいろありますよね。聖騎士とか、武人とか、テラナイトとかいろいろいるんですけれども、俺はねやっぱりね、あのね一番好きな光属性レベル4テーマはね18金デッキなんですよ18金デッキが俺一番好きなんですよ、あの光属性レベル4モンスターテーマの中では。で今日はこのデッキを使って、まあ、あんま出ないけどパラディオス活躍させるっていうね、強引にそういうデッキを作ってきたんでやっていきましょう。でバランスにしましてですね、これセレクションでゲットしたこの月の書っていう最強カードね、この月の書を意外とこのリバースモンスターと相性が良かったりするじゃないですか。だから、まあ、ワンチャンこのワーミアガンをもう一回裏にしてもう一回ここ使えるかなみたいなことを考えて一応入れておりますと。一応防火器だとしてね、あの優秀なんでこのカードは。なのでまあ別に野眼じゃなくてもいいんですけどね、あの相手のモンスターを裏にしたいとか、あと自分のモンスターを相手の因果切断から守ったりとかできるんですよ。なんでこれは結構強い使い方として。でワームデッキはいつも言ってますけど、あの一番強いのはアルマゲドンなんですよ。だから、まあ、バランスだと結構そこそこ引けるんで、モンスターと魔法とトラップを。なのでこいつガン積みしとくと意外と来ると。初手に欲しいカードこれとこれの組み合わせなんですわ、あのワームデッキって、うん、それ以外いらない。で貴公子パラディオスの効果説明しておきますとですね、エースモンスター、1ターンに1度このカードの、オーバーレイユニットを2つ取り除くと相手のフィールドの、表側表示のモンスター1体を対象にそいつの打点をゼロにできる。その効果を無効にすると。でフィールドのこのカードが相手によって破壊されると墓地を送られた場合に、ドワンドローするっていう効果持ってますね。だから相手の打点効果無効にしながらぶん殴ったら2000ダメージ入れられるし、破壊されたらワンドローできるっていう、もう本当にいいことしか書いてない、まあ、両方とも強い効果なんですよ。だから基本的に光属性レベル4モンスターを2個、出せるデッキだったら絶対入れとくべきモンスターですね。このモンスターはそんぐらい強いです。はい、まあ、ワームデッキはこいつ出るかって言われると意外と出ないんだけどなんでかっていうと、そのワームのそのこいつら結構こいつをコストにしたりするから出ないんだけど、意外とんだけど、まあ、今回強引にねパラディオスをワームで出していくっていう、まあ、こだわりのデッキとなってますんで、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、また聖眼ですか。もう聖眼多すぎ問題発生してんだけど、本当にマジで聖眼しかおらん。助けて、本当にマジで助けてほしい。ブルーアイズしかいないんだよ。ちょっと本当に助けて。でイニシャ、つえー、もう初手からつえよし、あつえー、つえよ。どれ、あーまあ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 、まあ、それはしょうがないか。でこうして一応これさカルタロス効果発動するけどさ、これカルタロス守れる気しないんだけど。で守る気しないな。まあでもシンクロしてくれるとありがたいな。逆にあーもうシンクロしてくれそうじゃね。あれかな、あのオルタナティブになってからだったら、まあ、聖眼出てきたら裏側へすればいいから。言うてそんなになんか、あのあいつはスピリット、あでもスピリット効くな。ワームヤガン蘇生できねえな。スピリットドラゴンめっちゃ強いなスピリット、あでもまあ月の種あるからいいか。月の種あるから一応、あオッケー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 、あオッケー。ドラッグオンバーミリオン、マジそれ無理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 、マジで無理。それは無理。ちょっと後ろ見てください。ありがとうございます。さあ耐えて、なんか知らんけどカルタロスで耐えていく。 OK。 さあくるってやって、でモンスター特殊召喚して、ワームキングを特殊召喚。いやこれむずいんだよな。清掃あるんで、で何も光んないカルタロス、あー摂理っぽいね。摂理か天罰かなんかですね。摂理か天罰かなんかだから、そうっすね、摂理か天罰か、摂理か天罰、なるほどな。
これってさ、じゃあさ、ワームキングのに先に清掃打っといたらこれ破壊されない？これもしかしてっていう説あるよね。これ清掃打ってで、キングに先に打っといて、これ実はこれで破壊されん説あるね、これね。こうしてで、こうしてで、あ、でもあれか、これあれか、後ろでよかったな、ちょっと間違えたわ、これ間違えたくせえな。まあいいや、自分リリースかちょ、もったいなかったかな、これ先後ろで戦闘破壊すればよかったな。で、天罰 OK、 太鼓切っていく、太鼓、いやー、これミスったな、これ今ワームキング残せばよかったっすね。まあでもこうするしかないか。で、ワームゼクス、効果使っていいね、効果使っていい、後ろ摂理割った方がよかったね、これね、明らかに。俺なんで前割ったんだろう。で、ワームヤガンの効果使ってこうして、で、レールはもうないことにかけるわ。2枚はレール2枚ないことにかける、セット。セイガーもいい、セイガーもいい、もうブルーアイズはいいよ、ブルーアイズは最悪しょうがない。早くも試合しようか。で、これで月の勝者もね、あの、どうせ反転召喚権残ってるんで意味ないから、はい。で、これで多分オルタラになってから、きついな、あー、なるほど、オルタラになってから裏破壊してくる、来ますよね、多分オルタラになって裏破壊するっていう選択肢。これでチューナーになられるとマジできつい。まあ、月の種あるからそれもなんとかあるか。で、オルタラって言えば OK、 はい、了解です。で、セット外ですよね、セットモンスター外ですよね、はい、 OK です。なんかすごいいい勝負したんだけど、なんかワームで正眼にいい勝負したの、草。太鼓の白石除外して、ね、レイリュー、ハンドに加える、レイリューなんだ、あ、いいのか、それは、それレイリューでいいのか、それは、本当に。これチューナー召喚か、チューナー召喚つらいぞ、チューナー召喚もつらいぞ、チューナー召喚つらい。セットは、いや、セットはいいわ、セットはいい、セットは最悪どうとでもなる。で、清掃、あー、強えな、強えな。そうっすね、これは夜間召喚して、これパラディオスじゃね、これこそパラディオスでしょ、これパラディオスの出番では。で、相手のなんか陰節か摂理かなんか分かんないけど、あれには一応その清掃があるんで、相手これ太鼓握ってるってことねえだろ、さすがに。これさ、次にさ、陰節太鼓とかされたらもう俺おしまいなんだけど、さすがにそんなに上振れハンドは来ないよね、何回も。さあ、貴公子パラディオスの効果を発動していくぞ。いいんか、何これ、太鼓、太鼓やめて、太鼓は。レイリー、よし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 オーバーレイユニット2つ使い、てめえのモンスターの打点をゼロにし、効果を無効にする。バトルフェイスビームサーベル三四郎、よし、返した。貴公子パラディオス系だ、やっと活躍したぞ。ワームデッキでなかなか出す機会ねえんだよ、このモンスターワームデッキでこのモンスターなかなか出す機会ないっていうね、本音を言うと。やっか、神ゲーきた、神ゲーきた。さあ、お相手の方、エド・フェニックス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あー、ハンドは強い、ハンドは強いけど、相手のなんかデッキによる、これ何これ、ヒーロー、ムーンライト、どっち。エド・フェニックス、エド・フェニックスさんも結構いろんなね、スキル持ってますから、カモンもあればね、融合の使い手もあれば、なんか結構いい、キャラクターですよね。さあ、一体どんなデッキなんでしょうか。か、あ、ヒーローでしたね、ヒーロー、オッケー。まあ、カモンか融合の使い方ちょっと分かんないけど、先行ブルーデイとかいうことされなければ多分大丈夫ですね。さあ、インクリースオッケー、インクリース、それでエンド、マジで弱っ、それでエンド、なるほど。ワームゼクス召喚で、ゼクス効果、融合を引いちゃってるかもしれないね、じゃあね、もしかしたら融合を引いてしまっているっていうパターンかもしれない。バイオンが出してきても融合サーチできないからいいやみたいな
パターンかもしんない。さあワームヤガン崩壊、さあワームゼクスの場合、フィールド上に1体のみの場合で、墓地から特殊召喚できる。カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット。さあトールフェイズでいこう。さあこれは強いぞ。インクリースいいだろう。インクリースは、フィールドのヒーローをリリースして特殊召喚し、ビジョンヒーローを特殊召喚することができる。さあバイオン特殊召喚成功時効果、ヒーローを墓地に落とすことができる。さあディアボリックガイを墓地に落としていく。でこいつでぶん殴ってこれでターン終了していく。さあ融合があるのかどうなのか。融合ありそうだけどね、1枚この感じだと。多分あの融合あるからサーチしなかった、まあ、ディアボリック OK 了解。あの隕石と底なしと清掃あるんで、結構ヒーローには全部刺さっていると言っても過言ではないね。全てのカードが刺さってるっていう。やっぱりな、俺は完全に読んでいたよそれは。さあ融合のカードを使い、さあ何体融合かな。さあ3体融合。いや夜間めっちゃ辛いんじゃね。夜間多分ねめっちゃ辛いと思うよ。あのデッキ5000はいいわ。でそこらし落とし穴打つ。さあそこらし落とし穴打って、でマスクなんか打つしかない。でマスクチェンジ打つ。それスルーでいいか。マスク打ってヒーロー出てきて、はい了解です。ヒーロー出てきた。でバトルフェイス入った。アルマゲドン、 I don't wanna close my eyes、 I don't wanna close my eyes。 勝ったぞグレース勝ったぞグレース。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、社長、マジで社長しかいねえな。もう疲れてきたな、社長の味してんの。社長ばっかしかいねえんだよ。さあ太鼓の白石いいだろう。いや本当にね、どうかと思うよ。ここまでその環境一色、まあ一色でもねえかよ、まあ、これはまあ全員に配布されてるし、ストラクチャー発売直後だから仕方ないとは思うけど、こんなに一色になる。なんか6部集環境の時思い出すわ。6部集機械天使環境の時思い出すわな。リンクスって多分あれですよね、あの6部集と機械天使の時が一番ひどかったですよね。6部集の時が一番ひどかったか、機械天使の時もやばったけどな。本当に それしかいないっていう、あの2回に1回6部集みたいなねパターンあったんでね。さあで夜間を落ちて、まあ、トラップカードはまあちょっと清掃でなんとかしていきたいといったところ。オルタナティブきついんだよな。タナティブオールきつい。これもう一発目即打ちまであるね。星雲、星雲即打ちまでありますけど。さあセットでエンドして、多分隕石かなんか打ってきそうだけどな。これ打ってきたら清掃だ。 DNA どういうこと。 DNA 何よっけこれ。爬虫類じゃなかったんだけど、うざ。これさ、待って、爬虫類じゃなかったらさ、ちょメタンのやめろよお前。これアルマゲドンできんやんけ、ふざけんなよ。イニシエのルールだと。え、これ結構やばいんじゃないこれ普通に。待って、白木で、うわやば、強すぎ問題発生。それはもうデモンズチェーン打って縛りつけるしかない。ブルーアイズいます、ブルーアイズいなそう。手札にはブルーアイズがいない、手札にはブルーアイズがいない。で、あ、待って、あ、オルタナ、あ、やばい、やばい、ちょっと待って、星雲してない、間違えた、やばい、ごめんなさい、ちょ、俺にチャンスください。パラディオスでワンチャン、パラディオス、いや、ですよね、やべえ、間違えた、やべえ、タイミング逃したー。いや、でも、中段いるかもしんないからな、まあ、でも、セットモン探してるよね。まあ、これは打つ意味すらないな、打つ意味なし。リバースしたところで破壊されるから、リバース効果はもう発動しないもんね。震災ってなってジーズ残ってないから、震災ってなってこれ発動しないから、まあこれはもうしょうがない。でオルタナティブで、あー強い強い強い、ちょ強いよ、きついって、それはきついって。これ何 DNA ってどういうこと。ちょマジでさ、ピンポイントのメタってくるのやめて。ドラッグルーオン、
え、これってさ、え、強っ強っ、え、強っ、そういうことですか。あ、そういうこと、天才かよ、天才、天才じゃねえか。対戦ありがとうございました。